こんにちは、マースケチャンネルです。今日はですね、昨日に引き続き同じ現場でですね、草刈りは終わったんですけれども、使わなくなった竹があるので、それをちょっとノコギリで切って、それで、昨日のも含めてバイト代出しますということで、バイト代は昨日いただいたんですけれども、ほら、棒とね、計量するような竹、棒の代わりですね。で、竹をなんか用意したんですけども、だいぶ古くなったので使わないということで、それを今カットする作業をしています。まあ、チェアリングじゃないですよね。キャプテンスタックの、椅子をね、自分で用意しました。今これこんだけ切ったんですけど、これを、今から、残りね、こうカットするんですが、竹って結構ね、ツルツルして、なかなか切るの大変ですよね。このぐらいならね、こうハンマーで叩けばいいんですけど、これはもうこのままでいいそうなので、今から頑張って、切るように、まあ、頑張ってるところです。まあ、今日もね、湖畔はね、気持ちの良い心地よい風が吹いていますので、気持ち、不快感はないんですが、昨日ね、草刈りずっとこれやったので、腰がねちょっと痛くてね、腰痛持ちでね、失敗するとぎっくり腰になるから、気をつけながらやってます。遠くの方ではね、見えますでしょうか。今日はね、ヨットパラセーリングとかねごめんなさい、やってるので、気持ちいいですね。で、太陽もね、こうギラギラと輝いて、はい、じゃあ今残り頑張って、カットしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。